民主党新緑部会の福山哲郎でございますす、えー、今日はよろししくお願い申し上げますまず冒頭、あの3月11日、私はあの官邸で内閣官房長官をおせつかっておりました、えー、本当に1万5000人以上の方が亡くなられ、えー、心からご冥福をお祈りするとともに、まだ避難をされている方も数十万人いらっしゃるということで、心からお見舞い申し上げたいと思います。えー、今回災害対策 基本法、並びに復興に関する基本法が審議にかかり、今日採決になったということについて、私自身は大臣をはじめ、よくやっていただいたというふうに、大変評価をしております。あの昨年の3月に、防災対策検推進検討会議の中間報告をはじめですね、中央防災会議、災害時の,の避難に関する専門調査会の最終取りまとめとか、それから首都中 首都の中枢機能の確保検討会の最終報告とか、さらには東京都との共同開催の帰宅困難者対策とか、それぞれですね各役所も一生懸命やっていただいて、そういった、まあ、取りまとめを受けて、二度にわたる災害対策基本法が、まあ、今回、開催されたということで、あの本当にあの感謝を申し上げたいと思います。一方で、えーまあ、今回の改正 私は復興についても非常に細,かい細やかな対応をしていただいておりますし災害対策基本法もですねあの今回の震災は八都道府県にわたって5 0 0ロにわたる広域的な被災だったということそれから津波で本当にあの一斉に被災が広がったということ電力の途絶 それから通信の都道府県も含めて本当に厳しい状況になったということ、もともと災害対策基本をはじめとしてです、ね、単体の都道府県やです、ね、どこかが被災をするということは想定しておりましたが、一変にこういった形の広域で被災をするということは想定していないという状況もあった中で、我々の対応が遅れたこと、本当にあの現地の方にご苦労をおかけしたことについても反省をしながら、まあ、今日は質問したいと思いますし。 そのことについて、今回の基本法は非常にあの細やかく、えー、そのときに表出をした課題について対応いただいたということで、これも感謝申し上げたいと思います、ただ、若干この法案を見て気になることがいくつかあります、それはですね、実際に被災の状況が分かって、現地に対して対応するために、今回、相当スムーズになりました。 自治体任せではなくて国も出っ張っていけるようになりましたいろんな対応ができるようになりましたさらには復興に関しても改めて法律を作るということではなくて今回法律の枠ができましたので非常に対応できるようになったと思っておりますが私、気になるのはです、ね、当初、発災直後の実は最初の3日間の対応についてなかなかこの災害対策基本法では読み込めませんもちろんご案内のように危機管理センターに緊急参集チームが集まって そこで対応するということは国の危機管理のレベルですから法案に書き込む話ではないと思いますが私は2時46分に官邸にいて2時5五分ぐらいですか NHK のテロップで震度を確認した後、すぐに危機管理センターにおりました当時、総理と官房長官は参議院の決算委員会に全閣僚いらっしゃいましたので官邸に残っていた政治家は私だけということもあって下におりました。 下に降りたときには緊急参集チームの皆さんは全部揃っていただいていて、ほぼ枝野官房長官と私が同時に飛び込んで、そこからオペレーションが始まりました、まあ、そこから先の話をすると、もうきりがないんですがあの、この最初の3日間、危機管理セ,センターに緊急参集チームが来て、当初どういう対応をするかということについては、この気温法を見ると、なかなかあよく見えません。 これは基本的に格くもべきことではないという判断は僕も理解をしますが、この当初の三日間の機関センターの対応等についてはどのような形で大臣としては整理されているのか、まずはお答えあのお答えいただけますでしょうか。古谷防災担当大臣、えー、まずですね、あの福山議員におかれましては311の時に官房副長官としてですね、あの官邸に詰、えー、められてて、でまあ。 前回の答弁でも私もあの申し上げましたけれども、まああいう、えー、未曾有の災害の中で,です、ねえー、しっかり対応していただいた、まあ、そういう評価はしておりますということを申し上げた上でえで、ー、やはり、えー、迅速性ということについては若干の えー、クエスチョンがあったわけでもないですねということを申し上げました、それは、まあ、正式に申し上げると、ですね、えー、ある意味でちょっと迅速さには欠けていたのかなという印象は持っております、まあ、これは私の答弁でございますけれども、えー、しかし、現実にああいう状況になってですね、えーまあ、ある意味で想定外だったと思うんですね。だからその反省を込めて やはり今度の災害対策基本法も、ですね、えー、いろいろ現場の状況等々をしっかり、えー、対応のことを、えー、勘案をしながら、えー、改正をいたしておりますし、また今後の,、えー、その具体的な、えー、手法についても、ですね、そういった3.11の教訓というものをしっかりと生かしていくということが、何よりも大切だと。 私はそういう意味では、えー、この災害対策基本法、そしてこの災害対策に、えー、対応するための政府の取り組み、これは与野党がです、ね、対決する類のものではないというふうに思っておりまして、えー、今後ともです、ね、福山委員はじめ、貴重なご経験をされましたので、そういった皆様方の声については、真摯に聞きながら、より良きものに常に、えー、見直しも含めてです、ね、対応していく。 いうことがわれわれとしての責務であると、こういうふうに考えております、はい、福山哲郎君えと。大臣には、ちょっと私の質問の意味が分からなかったのかもしれませんが、最初の3日間の危機管理のプロセスについて、この災害対策基本法では、まあ、なかなか見えないんです、それはまあ法案の成長しょうがないんですが、そこについてはどう整理をされているのかというふうに聞いたんです。であの 当時の対応が迅速だったか迅速でなったかという印象論を今言っても仕方がないので、私はそこの論争に入るつもりはありませんが、あのとにかく、まずその危機管理センターのプロセスについて、まあ、どういうふうに今整理されているか、まあ、もしくはですね、えっと、大臣、危機管理センターに就任以来、何回ぐらい入られました古屋防災担当大臣。まず視察で1回、それから果実ですね。 えー、淡路の地震がありまして、あの時5時33分に発生いたしまして、総理指示を5時40分に出させていただいて、私は6時ちょっと前に危機管理センターに入りました。でちょうど今隣に出席しております西村副大臣が ちょうど神戸におりましたものですから、すぐ西村副大臣に連絡をして、えー、現地対策本部の立ち上げを指示をしたということで、まあ、そういう意味では私はあの危機管理センターに行ったのは2回で、えー、あります、えー、それから今の初動対応のことについても、もう委員ご承知のように、ですね初動対応については災害が発生をしたときにです、ね、えー、それぞれえ緊急 えー、参集チームの参集基準であるとか、えー、参集チームの中身、これはもうすべて決まっておりまして、えー、そして、えー、その、えー、被害状況とか情報集約を、えー、危機管理センターで行った上でですね、内閣官房長官、あるいは私防災担当大臣とが協議をして、そして総理の指示をして、それぞれ えー、その状況、必要に応じてです、ねえー、本部の設置をしていくという、この、まあえー、スキームというのはしっかり出来上がっておりまして、まあ、これに、えー、基づいて速やかに対応していくということであります、はい、福山哲郎君。 あの私は心配しないでもです、ね、6時に来られたのが遅いとか早いとか、そんなあのつまらない議論する気はありませんのでご安心ください、自民党は当時よくやられましたが、あのまさに当時あの大あ、大臣が言われたようにあの危機管理や防災対策は与野党を超えての話だと私も実際思っていますので、あの当時、遅い、遅いと散々根拠もなく言われましたが、そのことについてはあの言うつもりはありませんのでご安心ください。であの マグネチュード7クラスが今後30年間で70%だとされる首都直下の場合にです、ね、実はこの緊急参集チームの参集状況というのは非常に重要になりますあの時には東北で震災がありました、これは東北であったことがいいとか悪いとかではありません、しかし一方で昼間だったこともあって緊急参集チームのメンバーはみんなすぐに集まっていただいてオペレーションに入りました。 厚労省は g マットの発見についてすぐ対応いただきましたし、国交省も、えー、それぞれの電車の脱線状況や道路の被災状況についてもすぐに報告を上げていただきました、警視庁や消防署はもちろん百1番火災の状況についても報告を上げていただいて、われわれもその状況を見ながら、えー、災害対策本部を、まあ、災害対策基本をは以来初めて、まあ、15時14分に。 作って対応したとということなんですが私、首都直下の場合に非常に不安なのはです、ね、昼間なら霞が関に緊急参集チームは実際職務をしていますが夜中に起こったり明け方に起こったりもしくはです、ね、通勤後の状況に起こった時にです、ね、あの東京の場合にです、ね、どうやって緊急参集チームが集まってオペレーションに入るんだと夜中の場合にはです、ね、もちろん あの想像にかくないんですが、あの電車はもちろん動いていませんし、状況によって停電もしているとで、この状況が私は一番大変リスクだと思います、で緊急参集チ,チームのオペレーションは大変重要なオペレーションなので、このことについて、まあ、どういう準備を今、されているのかということについてお答えいただきます。古谷防災担当大臣 あの委員長のご趣旨はです、ね、その時間的な問題でしょうか、あるいはもし災害が首都直下のような大きな地震が起こったときに、どういう機、えーまあの不全となった場合です、ね、対策本部でどういう形で稼働していくのかっていう、あるいは代替施設も含めて、そういう趣旨の質問で受け取っていいですか。はい、福山哲郎君 BCP の話は後でします しかしそうではなくて、まず初動は緊急参集チームが集まって、それぞれの情報をキャッチをして、それに対して対応することが重要なんですね、ところが夜中の場合に緊急参集チームが本当にどう集まれるのか、もっと言えば、古谷大臣がどうやって来れるんだということがすごく重要なんです、そのことについてどうお考えかとお伺い,しています古谷防災担当大臣。あの趣旨がわかりました。あの 要するに、いつ何時起きてもいいようにた、体制は取れてるかっていう、そういうことですね。これはまず、我々閣僚は常に連絡取りにして、しっかり言います。それから、あのー、緊急事態が発生した場合には、まあ、これはあらゆる手段を行使をしてですね、まあ、えー、さん官邸に参集,参集する必要がありますので、え秘、ー、書官との連絡とか、えー、そういった、 対応に事前にしっかり確認をして、そういう、まあ、ある意味での対応はしっかり取ってますよ、ただ、本当に深夜に起きた場合に、全員が速やかに集まれるかどうかというご趣旨の質問ですね、これはもうできるだけ集まっていただくと、そのためにチームを組んで、ですねちゃんとそれぞれの役割分担をしてやってるわけ、それはあの前の政権の時も同じ対応してたと思いますし、我々も同じ対応でで,す、ね、できるだけ集まれるようにしているということですね。 はい、福山君いや、全くリアリティがないんですね、緊急参集チームのメンバーは、多分官邸に近いところの宿舎に入っていつも待機しているはずなんですで、そのことについては私も理解をしていますが、夜中とかも含めてどうするんですかと、ましてや大臣に関して言えば、僕、これ、後で言おうと思ったんですけど、総理は今、公邸に入ってないんです、総理が移動するときに、どうやってその時間、 いいですか、夜中であろうが昼間であろうが総理が公邸にいないということは、ですね、状況によっては渋滞になっているかもしれない、みんなが逃げ惑っているかもしれない、逆に言えばそれは真っ暗の可能性もあるし、通信も途絶えているも、もちろん衛星の緊急電話を閣僚が持っていることは、僕は承知の上で申し上げてますが、そういったリスクに対して、どういうふうに対応しようとされているのですかと聞いているんです、具体的に、それは前からちゃんと決まってますという話だったら、われわれだって全部ちゃんと決まってました。はい。 まず緊急参集チームですね、緊急参集チームについては、いかなる事態が生じようが、これは集まれるという体制を取っています、これはあの当然のことであります、えー、これはいかなる手段を通じてでも集まれる、それはそれぞれの緊急参集チームが、そのシミュレーションをして対応しているということであります、また、あの総理の今の工程に入ってないということについては、これはあの総理のご判断でございますけれども、どんなに、えー、どういう事態が生じても、 えー、総理が、きちっと危機管理できるような対応をしているということは、これは申し上げるまでもないことだと、これ以上私はちょっと総理のことですから、申し上げられませんよ。はい、福山君、あのですね、四平丼で北朝鮮と韓国が砲撃事案があったときに、菅総理は皇帝にいたんです、皇帝の執務室で指示をしてたのに、官邸に入らなかったじゃないかと言って、散々批判をしたんです、自民党は。いいですか 今何かあったときに、総理は肯定にいないんです。首都直下の地震があったときに、本当に総理の移動手段をどう確保するかというのも、実は重要なことなんです。いかなる方法でもやるなんていうのは、それは悪いですけど、あの誰でも言えるんです。それは誰だっていかなる方法でも行きます。私だって宿舎から自転車で行く準備をしてましたから。だけど私は現実に、震災後、ひと全く宿舎に帰らなかったのは、万が一あれだけ余震がある中で、 戻ってくるのに時間がかかれば困るということで、私はほとんど一月寝泊まりを官邸でしていました、これが実態です、つまり現実問題として、総理が公邸にいないというのがどれだけのリスクかと考えたときに、総理だけではありません、大臣も、機関参集チームも、先ほど申し上げたように、東北だったので、霞が関のメンバーはいっぺんに集まりました。夜中の東京でひょっとして 電車も動いてない、車もどういう状況か分からない、だって信号消えるかもしれませんからね、停電したら、そういう状況のところに緊急参集チームが、まあ、僕は分かってますから、あえていいですけど、自転車とか徒歩とかでりまな来なきゃいけなくなるんですで、そういった状況についても、ちゃんとシミュレーションをしておいていただきたい、いかなる状況になっても、お前ら来いよって、あの、すみません、勢いとですね、指示だけでは、ですね、来られないような想定外の状況がいっぱいあるんです。 そのことですね。じゃあ、じゃあ、ご決意だけお聞きせください。はい。古谷防災担当大臣。事前にですね、その趣旨のご質問をいただければ、どういうシミュレーションをしているか、例えばじつ、ま、自転車で集まる、そういったことは、あのできましたけれども、今あの、初めてそういう趣旨で伺いましたので、もしご必要ならばですね、資料を集めて、ちょっと静かに聞いていただけますか私、真摯に答弁してるんですから。もし、 今、ご利用ならば、どういう緊急参集チームがどうやって集まる手段を考えているか、詳細に私この方、えー、ここでご報告をさせていただきたい、今、その資料は持ち出しておりませんので、えー、しっかり説明をさせていただきたいと思いまじゃあ、そっ止めてください。 はい、はい、古谷防災担当大臣、えー。緊急参集チームのメンバーは、大体あの、正式な数字は把握しておりますが、大体20名ほどでございますが、す、え、べ、ー、てですね、官邸から二、えー、キロ圏内に、えー、その住まいをしておるということですので、まあ二キロですと、まあ歩いて、あるいは自転車で、えー、参集することはまあ、えー、可能なのかなと、まあこういうことで、えー、あります。 はい、福山君ああの、まあ、僕は状況分かってますが逆にそのことについて問題意識を持っていただきたいから申し上げたわけで事前通告してますし最初から事前通告してないというような言い方は私はあのちょっと失礼ではないかなと思いますで次に首都中枢機能のバックアップでございますでこれは基本的には官邸の機管理センターが首都中枢機能を、まあ、基本的にやることになっていて 代替拠点としては内閣府の合同調査5号館になっています実は次が市ヶ谷でその次は立川になっていますただですね首都直下で現実に起こったときに市ヶ谷はまだリアリティあると思いますが立川というのが本当にリアリティがあるのかというのは私はすごく疑問に思っていますでこれは実は私が現実に官邸にいた時も立川にです、ね、代替の施設があったって本当に官邸の下がやられるような状況になると危ないので そこはもっと言えばです、ね、ひょっとしたら周辺の被災される可能性の少ないです、ね、例えば神奈川とか千葉とか埼玉ぐらいに持っておかないと首都圏だけだと非常に代替施設としてリスクが高いんじゃないかと私はもう少なくとも官邸が一番だと思いますが。あのー ベースとしてですね、立川がどれほどリアリティがあるのかというのがちょっとわかりません。そこについては何らかの議論、整理する必要があるのではないかと、これは、あの、問題提起ですから、別に今答えが欲しいって言ってるわけではなくて、当時いたものとして、若干首都直下のリスクのときに、そういうことを考えざるを得ないんじゃないかと思っていたので、申し上げるので、あの、あんまりですね、あの、熱くならないでいただいて、冷静にお答えいただければと思います。古谷防災担当大臣。 あの私はあの冷静にお答えさせていただいていますがあの今、バックアップというかですねあのもし、えー、この官邸が機能不能になった場合まず合同、第5合同調査ですねそれから、えー、防衛省1、1回ですねそれから、まあ、立川ということなんですけど実際、立川に行くには、まあ、自衛隊のヘリコプター等々を活用するということですけど、まあそれは確かに委員おっしゃる通りと、ねえー、まあ実際 前回の東日本の時も艦艇から防衛省までの移動でも結構苦労しましたよね、まあ、そういうことがあるので確かにそれは、えー、立川からですね、まあ確かに自衛隊のヘリコプターが飛べればいいですけども飛べない場合もあるかもしれないので、えー、それは。 えー、確かに他の手段、要するに今、委員がご指摘のですねこの首都圏以外、例えば神奈川とか千葉とていう具体的な例がありましたけど、そういうところにいわばバックアップ機能を持った施設を作っておくべきではないか、まあ、それもですね私、一つの重要な、ね、ご提案だというふうに思っておりまして、今後ともその災害対策本部の設置場所ですね。 これはさまざまな視点から検討していくべきだというふうに思っておりまして、あの委員のご指摘も踏まえて対応していきたいと思います。はい、福山君、ありがとうございます。あの先ほどインターネットという言葉を言われましたが、私言葉自立構えるつもりはありませんが、本当に本当に首都直下の時にインターネットの通信環境が整っているかどうかもよくわかりません。 そのことも含めてです、ねあのー、本当にあの首都直下の場合には、リスク管理を今からあのこんなこと起こりえないだろうというシミュレーションをしていただくことが重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います、で東京はです、ね、首都直下の場合には、もちろん津波の可能性もありますが、私はあのリスクの蓋然性がより高いのは火災だと思っております。であのー いわゆる帰宅困難者が駅にあふれる、えー、逃げようとして、もしくは自分の自宅に帰る、それはなんで帰るかというと、ですね家族の安否が心配だからです、家族の安否が心配だからといって、車に乗って帰ろうとして渋滞になって動けない、えー、電車が止まっている状況で帰宅困難者が駅にあふれる、そのときの火災というのは僕は大変なリスクだというふうに思っています。で交通の渋滞による交通の麻痺とか それから火災の延焼による拡大等々が首都直下の場合には非常にリスクとして考えられますでこういった状況について実は大臣はあの公安委員会の委員長でもありますこれは警察の要は道路の規制等々に直接関わりますで我々が政権のときに去年の防災訓練で初めてですね えー、警視庁が協力をしていただいて信号を止めるということをやっていただきました、これ、相当綿密なシミュレーションをしていただいて流入、流出も含めてです、ね、あの東北の場合にはいきなり一般車道の通行を禁止をしてそれはいろんな課題はありましたが、しかし緊急車両は時間がかからずに行けた例があるんですけど東京の場合にはまさに密集で。 指示を出す前に逆にみんなが外へ出す可能性があるので、そういったことについてもです、ね、しっかりと、えー、まさに大臣は災害と警察の両方ですので、そのことについてあの、しっかりとシミュレーションしていただきたいというふうに思っておるんですが、そこはどういうふうに考えて大る。 確かに今委員ご指摘のとおりです、ね、その首都直下で地震が発生した場合、まあ、車が実際に走れないと大渋滞あるいは大混乱交通、えー、が生じる。いうか、 可能性はある私もよく認識をいたしております、まあ、その上で、ですねやはりそういった社会的な混乱をいかにして防止をさせていくか、まあ、そこで平成23年に国、地方、公共団体、民間企業等において構成する首都直下地震帰宅困難者対策協議会で決定した基本方針がございまして、それは救助、救急活動、消火活動、緊急輸送活動等の応急活動迅速、円滑に行う必要があると。 いう視点に立って、帰宅困難者等の発生による混乱を防止するためにむやみに移動を開始しないという、えー、基本原則を、えー、徹底をして一斉帰宅の抑制を促していくと、まあ、こういうことにいたしておりまして、えー、この中では,やはり帰宅困難者について一時滞在施設を 用意してとどまるというふうにしておりまして、えー、その後の帰宅のための輸送については、まあ、今後の検討課題と、まあ、こういうことになるんでしょう。また、今ご指摘がありました交通規制のことにつきましてもです、ね、震度6弱以上の地震が首都圏で発生した場合には、警,察庁あ警視庁は環状7号線内側への、えー、一般車両の流入禁止、あるいは緊急自動車用 路の指定等による交通規制を行って、都心部における交通混乱を回避をすると、まあ、こういう計画を立てさせていただいております。まあ、いずれにいたしましても、いろいろな混乱の事象への具体的な対応については、まあ、今後、えー、首都直下地震対策の行動計画、 を策定をしていく中でですねきめ細かにさまざまな角度からまあ検討していきたいと思っておりますまた一方では今年の秋口をめどにですね、えー、首都直下地震の、えー、検討の PT の報告書が出ますのでまあそういった中身もしっかり反映をしてですね、えー、対策に万全を期していきたいとこういうふうに考えていますはい福山君もうぜひよろしくお願いしたいと思います、えー、今おっしゃられた帰宅困難者対策でございますが 帰宅困難者を受け入れてくれる公共施設、学校、えー、ビジネスオフィス等々については、今、内閣府としては、ああリストとして、えー、ちゃんとストックをお持ちでしょうか。かね、フリア防災担当大臣、えー。いわゆる公的施設だけではなくて、民間施設ということですよね。 あの民間施設についても、やはり共助という視点が非常に重要ですので、まあ、今度の災害対策基本法にも、自助、共助、公助という考え方をしっかり盛り込んでおりますので、あの一時滞在施設としてあの提供していただけることができるようにです、ね、周知徹底を図ってあの、協力をしっかり求めていきたいというふうに、えー、思っております。まあ、その一時滞在施設は、えー、その名称であるとか、所在地等を原則として公表すると。 まあこういうような対応にしたいと思っておりまして、また、あのー、企業に対して、いろいろストックをしておく必要がありますよね、あの食料等々、そういったものもですね3日分の備蓄というようなことが言われておりますけれども、やはり外部の帰宅困難者のために、ですねそれはちょっと多めに、例えば10%とか、ですねそういう多めにですね備蓄するということもですねぜひ、 検討していただきたいということで、ガイドラインに示させていただいております、こういった取り組みに通じて、帰宅困難者対策、これはもう東京都も実際やっておりますので、東京都ともしっかり密接な連携をしてです、ね、引き続き検討をしていきたいというふうに思っています、はい、福山君、昨日私が事前通告したときには、まだ、公共施設や学校、ビル、オフィスビル等のリストアップ、ストックはまだはっきりないというような答えだったんです。 ただ今、大臣からはそういうことをやっていきたいと言われたので、あのそれで結構だと思います、で実は私が3月の11日夕方、何をやったかというと、公共施設や学校や、それから、えー、企業に場所を提供してくださいとお願いをして、各役所にお願いをして、上がってきたものをどうやって周知するかがわからないので、逆に上がってきたものを記者会見をし、そして マスコミにお願いをしてテロップで流してもらってここを行ってくださいと言いましたその作業する時間が実はオペレーション的に言うともったいないんです事前にちゃんとストックがあって周知されていてそこに普通に自分の仕事場の近くに一時滞在所があるということが認識できるだけで全然安心感が違うんです でそういったことを事前に準備しておくことが重要だと私自身は思っているので今、大臣がそのような趣旨のことを言っていただいたのでそれで結構ですがぜひ、ね、今後もそのことについてはしっかりとあの用意をしておいていただくようにあのお願いをしたいと思いますさらには役所の BCP です役所の、ね、BCP についてどの程度事業継続計画を策定しているかと聞いたらもうこれは答えていただくと結構ですが 震災後、ちゃんと改定をした省庁がほとんどあるあ、結構あるんですが、内閣官房、消費者庁、厚生労働省、農水省、海上保安庁、環境省は、震災前の BCP と同じ状況ですで。これは改定をして、ちゃんと見直していただきたいと僕は思います。で、役所がしっかり BCP 見直せば、その分、東京の首都圏の企業も見直し作業が進みます。 やっぱりあの事業継続計画はきっちり作っていただいた方が、僕はいいと思いますので、ここについては大臣のリーダーシップで、各役所に早くちゃんと改定作業を済ませろというふうに、えー、指示を出していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。古谷防災担当大臣政府の BCP ですけど、えー、状況に応じてです、ね、適宜改定をしております、例えば、えー、最近では25年4月とか。 二十五年三月、二十五年四月、各省庁、えー、あるいはちょっと前では二十年八月等々各、ちょっと省庁の名前を言うと時間かかりますので、申し上げ省庁によって違いますが、こうやって、えー、それぞれの状況でですねできるだけ、えー、いわゆる行政の BCP、えー、適切なものにするために、ですねこうやって、普段の見直しをいたして、見直しっていうか、まあ、充実って言った方がいいかもしれない。 えー、政府の BCP 対策は、えー、徹底をしてまいりたいというふうに思っております、はい、福山君なるべく早くお願いしたいと思います、また企業に対しても促すことについて、ぜひご努力いただければと思います、もうこれで終わります、あの想定できなかったことがたくさんありました、例えばガソリンが足りないと、本当に被災地の皆さんに寒い中、ご苦労いただきました、しかし鹿島の輸送所がやられるなんていうのは、もともと想定ないんです。 でとにかくガソリン協会もトラック協会も必死になっていただいて、別の場所からのガソリンを向こうへ届けました、届けたけど、現地のガソリンスタンドは停電をしているので、営業できない、そうするとタンクローリー行ったら、帰りの給油が自分ができなくて、帰ってこれないから、片道分だけ行って帰ってこられるような状況が起こったんです、それとガソリン車はいっぱい行きました。 いいっぱわれわれは中央では指示を出して、資源ネッも一生懸命やってくれました、民間団体も一生懸命やってくれました、寝ずにみんなやっていただいたにもかかわらず、結果としては、途中で、あの被災地には病人がいるから、あそこ優先してくれ、あの病院は電力ないと、患者さんがいるから、あそこの病院優先してくれ、そして一番優先しなければいけなかったのは、福島 1F です。 第一原発事故の場所に、とにかくエネルギーがいるんだ、ガソリンがいるんだ、電力がいるんだということで行けと言って、実はどんどん送っていても途中でこれ途中で必要なところが出てきて、実は民間に行くのが遅れたと。これ実は我々は送っているつもりで言いますが、現場ではそういう状況がいくつもいくつも起こっていました。先ほどの鹿島の輸送場も含めて、我々はご迷惑をおかけしたから、これは弁解をしているわけではなく、想定外のことが、もしくは、 自分たちで考えていないようなことが結果として送ってても起こったのがあの事故です。これはほんの一例です。他のことも私は言い出せば、きりがないです。例えばよく言われた、民主党政権だから官僚が動かなかったこと,とか、そんなことよく言われました。そんなこと一切ありません。緊急参集チームの役人は、そこに原田統括官いらっしゃいますが、私は一緒に彼と本当に寝ずにやりましたけど、みんな必死になってやりました。日本人の同胞が、 1>, 1万人も2万人も亡くなるような被災をしているような状況で、そんな民主党政権だからだとか、誰々が気に食わないからだって言って、手を抜いた人なんて、僕は一人もいないと思います。つまり、それがあの緊急事態です。ですから、大臣、私は大きな地震や災害がないことを願います。大臣の就任中、在任中、ないことを願いますが、万が一のときにはそういう状況が起こるんだということをですね、 大変口をあばったくて生意気なようですが、どうかお含みをいただいてですね、危機管理のためにですね、ご尽力をいただくことをお願いして、私の,あの質問を終わらせていただきます。